大体3分の2ぐらい終わったんやけど、ほとんど城は完成してるけど、コースがまだ3分の1しか残ってないの。まあ、3分の2しかクリアしてないやな。全部初見でやってます。1個だけ初見じゃない動画があるんですけど、それどれでしょうか。探してください。ここに来るまでにあります。探してくださいっていうか、あ、ここに絶対これあるんやってな。これって昔のマリオメーカーで視聴者じゃないわ、作る職人が作ったコースやね。これ見たことあるな。これ見たことあるな。これ何、条件コインあるけ。条件ありません。じゃあコイン別に取らなくてもいいんですけど、もうどうやってあれ行くやろ、もうどうやってあれ行くやろ。おお、生きて生きて、あそこ生きて、あそこ生きてぞ、あ、生きてぞ、あそこ。むずっ。 OK、 あーが、あー、つば飲んだ。あかんあかんあかん、危ない危ない。あそこも生きてるぞ。むずいな、あそこ行くの。いかんわ。あー、また。でかくなるか？ならない。これでかくならない時の方が多いような気がするんやけど。でもでかくなる時もあるよね。わ、こういうの作るか。任天堂、こういうの作るか。危ない、あ、危ない。こういうの作るか。任天堂。そりゃそこに旗作るわな。あそこに旗作らないのは任天堂じゃない人やね。任天堂じゃない人はそこに旗作りません。これどうやってやるのが正解だろう。この後ついていく感じ。あ、そうなんや。この後ついていく感じか。危ない危ない危ない。ああ、なんか難しい難しい。結構難しいよ。見てるより。来ない。あっちが出れるんかと思ったよ。ああ、あかん、あいつ。でも面白い。これで行くんや。へえ、昔ああいうので遊んだ。昔ああいうので遊んだよ、僕。なんやろな、あの、ふーってやるやつあったよね。あれ？そこ当たる？あの、なんか、ストローみたいな、ふーってやると、あそこの先っぽにあるバスケットの網みたいなところの、あれか、宮本さんかな？はい、ルイージ出てきちゃいました。ここは手間やな、ちょっと手間や、ここは。ちっちゃいのも嫌やし、自分が。吸い取っていくわね、竜巻っていうのは。慣れてきたよ、竜巻の操作感に。こう吸い取って、こうついていってくわね。ちょっと横押さないと。そこを利用したら逆に乗ってってもいいよっていうことは、落ち着いて考えられれば行きやすいコースもあるんでしょう。入った入った入った。ん？ん？竜巻もやられるの？ん？あ、竜巻ってやられるやん。竜巻やられちゃうとあそこの銃が取れんってことね。分かった分かった分かった。なんかそういうの学ぶな、結構学ぶな、ここ。結構学びのコースでした。もう逆に竜巻もいらんくなるやん。いらんくなったらすぐ捨てるってひどいな。わあ、面白かった。今回まだ学びがありましたね。でまた欲しくなったらすぐ欲しくなるというね。乗った意味ないやん、これね。竜巻で上に行くけど、竜巻はドッスンで倒せるってことを学びました。学んだことを最後に一言言おうか、これから。さあ、まだ2000溜まったらいきますね。超絶放題、乗り放題。